はい、皆さんこんにちは。今日はですね、このバスの、ま、改造デイ2みたいな感じなんですけど、今日はこのエアコンダクトになっているこの脇のパーツ、ダクトというか、ま、吹き出し口ですね、とあとここに多分本体が入ってると思うんですけど、この本体をカバーを外してちょっと全部むき出しにしていこうかなと思います。一回もう鉄板にしてやろうかなと思っています。あそこに FF ヒーターというか、もともとあるヒーターの配線やらヒーター本体があるんですけど、ちょっとどういう風に触ったらいいのかわからないんで、それは電気屋さんが来てからにしようと思います。なんで今日はここあと電気とかその辺を外して、そしてこの今ここ結構ぐちゃぐちゃになってるんで片付けていこうかなというふうに思います。では今日も作業していきます。はい、ちゅうわけで結構来ました。後ろのエアコンの本体のところも取れたし、その先のこれも取れたし、で今ここを取るんで、よいしょよいしょ、いらっしゃいませ。こんな感じでバシバシ取れてます。お、断熱、こういう感じなんだな。なんかすごい普通なふかふかな人でも、このまま天井です。すぐ、これは寒いね。これがあったかいわけないですね。なんでこっからしっかりまず断熱塗料塗って防振剤して、でまた断熱剤当ててみたいな感じでいくと思います。まあ、なんでまだ始めて1時間ぐらいですけど、結構いいペースなんじゃないかなと思います。というわけで、このまま進めていきます。よし、おお、おお、スタート、よしああ取れた、すげえ。おー、こんな風になってるんだ。なんかめっちゃ広くなった、ここ。めちゃくちゃ広くなりました。うわ、楽しい。これ骨組みだけにするので、これ今日中にこれ全部剥がして、楽しい、やばー、うえーというわけで引き続きやっていきます。そしてまたさらに進んできました。運転席のところから外してって、運転席のエアコン、運転席の上までこう後ろのエアコンから来てたんですよ。ちょっともう取っちゃうか。よいしょ、後ろのエアコンから来ていて、ここ今こいつを外したくてやってるんですけど、こいつ外していくとこんな感じで、実は空洞だったっていう
お話でございます。なんでまあこれをバシバシバシって外して外してったらもう皿になるんじゃないかなというふうに思います。というわけで外していく。いや、ついに取れました。取れた。何が取れたかっていうとこの横の壁ですね。横の壁がここがですね、これこういう風に配電盤ついてたんですけど、これがヒーターついてて、これも本当大変だった。これ3箇所ここが 1,2,3 箇所ついてるんですけど、上からネジが切れてなくて、これをこの下に潜ってこのビス外してで隙間を作り、さらに隙間を作ってここの取れなかったビスを取って、さらにこれなんかもうめちゃくちゃ難しい感じでついてたんですけど、ついに取れてようやく壁が外せます。ここのじゃあ壁外していきます。いいよ。わー来た。よし。わーイエーうわすっごい、これすんごいでっかいプラスチックだな。これ取れました。ついに取れた。オッケー、あとはここももう多分スパンスパンで取れちゃうと思うんで、今日はこの人の鉄をむき出しにしていきます。エアコンももうこんな感じでカバーは取れてるんで、いい感じじゃない。ちょっとずっとこれがうまく取れなくて、なんでだろうなんだろうと思ってたんですけど、わかりました。ここにペラーってあって、これを外してあげると隠しネジがあった感じです。これなら外れるんで外していきます。とりあえずすごいぞ。よし。これ心配だめだろ。じゃあ、もう後戻りはできません。あ、重い結構これ。10キロか。すごいね。じゃあこっちも。プラスチック飛んできた。
ょっと取れてなかったんで一箇所これ取って。やべえな。よし取って。守備ぐらい。そんで外れんだべ。外します。エアコンはこの車にはつけません。嘘です、つけます。ウィンドエアコンにしてつけようかなと思ってるんで、とりあえずこのエンジンを回しっぱなしじゃないとつけられないエアコンっていうのはついても意味ないんで、基本的にも走ってる時はどうせ前にしか乗ってないし、エアコン使いたい時っていうのは走ってる時より止まってる時、寝る時とか、目的地に着いた後にこうチルしてる時にエアコンが欲しい場合が出てくると思うんですけど、基本的にはエアコンつかないですけどね、僕は。汗垂らしながら裸になって生きていくみたいなそういうスタイルで生きていくんですけど、一緒に旅するのは僕だけではないんで、その人たちのためにもエアコンはつけないといけないなと思ってるんで、それはおいおいやっていきたいと思います。なんでこの人は外してしまって、すべてスポンジも取った姿をお見せしたいと思います。シャン。おし、というわけで、プラスチック系は全部剥がし終わりました。そんで今から上のこのスポンジさんたちを剥がしていきます。でーんと剥がし終わりました。すごい、すごい感動です。あとはこの今僕が立ってるところが、この床面を下げれれば僕が立てるようになるんですね。もうちょっとですね、今のままだと立てないんで、この床面をこの高さにすればもう明日から
今度床に取り掛かれるんじゃないかなというふうに思います。いや今日はかどりました、めっちゃこのままかっこいいバスを作っていきたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。Thank you.